こんばんは、宮沢です。今日も死に至る病へ、キルケゴールの続きのお話をしていきたいと思います。先に告知です。チャンネル登録募集してますんで、パソコンでご覧の方は右上の銀色のボタンから登録できます。スマホでお聞きの方は、動画の下にチャンネル登録ボタンありますので登録お願いします。あとスカイプ読書会というのを行ってます。一緒に読書をするということです。課題図書決めて読みまして、スカイプで話をするということになります。課題図書は一緒に決めさせていただきますが、読書をすることで一緒に対話をしながらですね、自分の中にある固定観念を取り除いてみたりですね、物の見方みたいなものの違いみたいなのですね、お話できたらと思います。なんかに行き詰まってるとかですね、人生に行き詰まってるとか、自分の考えが合ってるか分かんないっていう方ですね、私を鏡っていうかですね、お手本にはなれないんで、私を対話相手として自分のことに気づいていただくお手伝いはできると思いますんで、ご興味ある方はお問い合わせください。お願いします。前回の続きのお話をしていきます。前回はですね、偏京性っていうのは根源性の欠乏だっていうお話をしました。何かに執着するっていう人間はですね、自分の根源性を奪い去られて精神的な意味で虚勢されている状態になっているという話をしました。自分の中にある違和感、心の中にある角みたいなものがですね、尖った部分がなくなってしまうと、世間受けはいい人になるんですよ。空気の読める、人当たりのいい人なんですけど、何でもない人なんですね。何でもないんですよ。で、世間で成功する人っていうのは何でもない人が多いんですよ。世間の流れにトレンドに乗ってうまくいくっていうのが、これ成功する秘訣ですね。勝ち馬に乗るっていうか、そりゃそうなんですけど、そういう人はもう事故がないですよ。で、絶望的な状態だっていうのがキルケゴールの言い方なんですね。で、おそらくその世間的にうまくやりたいし、勝ち馬に乗ってれば私は幸せですっていう人はこの音声聞いてないと思うんですね。だからもう聞いてる時点で心に違和感満載で生きてる方だと思うんで、一種絶望状態にあることを分かってる方のための音声だと思ってますんで、僕自身もそうですからね。そういう点からお話ししていきます。54ページの10行目。一般に世間は、これは当然のことだが、真実に恐るべきものを何たるか全然理解してない。ただに生活に何の不都合も来たさないだけでなく、かえってその人の生活を安易な愉快なものにするような絶望が全然絶望とみなされていないのはむしろ当然である。世間の考え方がこういうものであることは、なかんずくほとんどあらゆる格言、これは大抵諸世君に過ぎないものであるが、についても伺われる。例えば、饒舌には10度の、沈黙には1度の後悔があるということが言われる。なぜであるか。口に出して言ったということは一つの外的な事実であり、それ自身一つの現実なのであるから、それは人をいろいろな煩いのうちに巻き込みうるからである。けれども、もし口に出すって言わなかったとしたら、実にこれこそ危険極まることなのである。というのは、沈黙においては人間は全く自分自身へと孤立せしめられる。そこでは現実がやってきて彼の世話を焼くということはない。現実が彼の言葉の結果を彼の上にもたらして彼を罰するというようなことはないのである。しかり、そういう意味では沈黙は決して危険をもたらしはしない。
けれどもまさにそのゆえに恐るべきものの何たるかを知っている人はその進路を内側にとって外に何の痕跡も残さないような罪とがこそ何身も増して最も恐れるのである。世間一般の人は真実に恐るべきものを理解してないと言います。で、人とうまくよろしくやってれば世間に何の不都合もきたさないんですよ。で、心に違和感がある、まあなんていうか、心に何ですかね、屈託がある人、それをすぐ言っちゃう人の方がですね、まあ世間で冷や飯食うんですけども、何も言わずにうまくやり過ごすっていうことの方が絶望だっていうのがギルケゴールの立場なんですね。で、これについて説明していくんですけども、世の中のほとんどの格言は世間のこういう考え方を代表していると、余計なこと言わない方がいいってことですね。饒舌には重度の、沈黙には一度の後悔があるって格言が、まあデンマークにあるんでしょうけども、そういうのがあると、まあ沈黙は金って言葉ありますけど、余計なことを言わずに黙ってると、こういう諸星君が世間ではありがたがられると、まあ重要だと思われると。で、それはなぜかというと、口に出していったってことは一つの外的な事実になってしまうと、まああの上司が嫌いだって一言言ったことは回りまぐってその上司にも耳に入ったとしたら、やっぱり会社の中ではですね、まあ、嫌われると思います。激しくその上司に、まあ、嫌われないまでもこいつは俺の敵だとはよく思ってないと思われますね。だから言わない方がいいっていうのはもちろんあると思いますよ。それが世間の諸星君だとは思うんですね。だけどもキルケゴールからすると、まあそういうふうに口に出していったことは一つの現実になってしまうと、でそれがそれによって人がいろいろな煩いのうちに巻き込まれることがあると。だけど言わないこともこれ危険極まることだと言うんですね。で、沈黙においては人間は全く自分自身へと孤立せしめられる、まあ、そこで現実がやってきて彼の世話を焼くことがないと、現実が彼の言葉の結果を彼の上にもたらして彼を罰するというようなことはないと。黙ってれば何も迷惑こむらないですよ。余計なこと言わなければ人に恨まれることもないんで、波風は立たないんですけど、波風立たない、黙ってるということにおいて人は全く自分自身の中に孤立してしまうと。で、自分の言葉をめぐって誰かに罰せられるってこともないわけですね。仕返しを受けるとか憎まれるとか。で、そういう意味で沈黙というものはですね、決して危険をもたらしはしないんですね。黙ってる限りにおいて、まあ、人にバカにされることはあるにせよ恨まれることはないですね。けれどもそれゆえに恐るべきものを何たるかを知ってる人はその進路を内側にとって外に何の痕跡も残さないような罪とがにこそ何にも増して恐れるのであると。実はですね、何も言わないことで何も外に痕跡が残らないで生きてるっていうことも爪痕も残さないことなんですね。波風立たない人間って存在感もないんですよ。いつも静かでいい人ですねっていう人はもうインパクトも何も印象もないんですよ。ということはですね、その人は全く孤立して目立たない、沈黙することによって気配を消してるって場合もあるわけですね。で、そのことによって精神的に何でもない人になっちゃうわけですね。精神的に強制されてる状態になると、自分の意見もないし、
他人の流れ周りに合わせるということになってしまうと。で、世間一般のどうでもいいことが一番問題にされる世間一般に合わせていくっていう生き方が、まあ、一体どうでもいいことに無限の価値を与えてるような世間一般に合わせるってことが自己喪失につながっていくってことですね。で、沈黙してる人っていうのは自己喪失につながっていくというケースもあると。まあ大方の場合はですね、人の悪口言ったり陰口叩いたりするのは良くないっていうんです。なぜかというと、結局巡り巡って人の耳に入って、まあ、憎まれたり仕返されたりするっていうのももちろんありますけども、まあ悪口、まあ悪口は無論言っちゃいけないですけど、意見として自分が思ってることですね、主張があるならば、はい、それは言うべき時があるはずなんですね。それを一切沈黙でやり過ごすっていう態度が果たして一番賢明なのか、賢明なのかっていうか、利害関係のもとに見れば賢明かもしれないんですけども、それが結局人間にとってどういう、結果となって現れるかというと、それがまあ深い自己喪失につながっていくわけですね。で、そのことをキルケゴールは、心配しているということです。じゃあ冒険することは何なのか。外側に痕跡を残すと、いっぱい饒舌に喋って痕跡を残していくと、自分の言葉の責任を取るということはどういうことかということが出てきます。続きなんですけども、まあ、世間の目から見ると冒険は危険であると、まあ読んできますね。それからまた世間の目から見ると冒険は危険である。なぜであるか。冒険には失敗の可能性がつきまとうから。冒険しないこと、それが賢明である。しかも我々は冒険さえすれば容易に失うことのないもの、かっこよし他にいかに多くのものを失おうとも、をかえって冒険しないために恐ろしいほどやすやすと失うことがあり得るのである。すなわち自分自身を。少なくとも冒険するものは、かくもやすやす、あたかも失われはしなかったのように、かくもやすやすと自己を失うというようなことはない。もし私の冒険が誤っていたとすれば、その時はその時で人生が刑罰によって私を救ってくれるであろう。しかし、もし私が全然冒険を試みなかったとしたら、一体誰が私を救ってくれるのであるか。ことに、もし私が最高の意味での冒険、かっこ最高の意味での冒険とは自己自身を凝視することに他ならない、を避けて通った卑怯さのおかげで、あらゆる地上的な利益を獲得することはできたが、自分自身はこれを喪失したとしたら、冒険しない人っていうのは何でもないんですよ。何でもないってことは、自分自身を失ってるそうですね。40年間の人生、大学卒業して40年間の人生を、人の意見に合わせてサラリーマン生活を送ると。目立たぬように、威張らぬように。で、自分の能力なりの出世をして退職する。これも一つの生き方だとは思うんですけども、まあ、勤め人ってそういう生き方を強いられると思いますけども、まあ、その中で、多くの人はですよ、多分余計なこと言って切られて、どっかで、割り食うんだと思うんですね、左遷されたり、ついてった上司が、出世しなくて一緒に出世できなかったりですね。派閥争いで負けた方の派閥に入っちゃうとかですね、いろいろあると思いますけども、まあサラリーマン生活、なぜサラリーマン生活を元にしか考えられないかというと、サラリーマン生活してる人が多いんですけども、まあ冒険ということで言えばですよ、まあ人間が生きてるうちにもうちょっと、まあ自分で商売始めるとかいろいろやってみることもありますね。まあ必ず失敗の可能性がつきまとうと。だからやんない方が賢明だっていうのは大方の考え方ですけども、でも結局自分を抑えて失敗が怖いから何もしないってことで、自分自身を
失ってると、自分自身あることがないまま我慢しながら暮らすという人が大半なわけですね。で、まあ多くの冒険した人はほとんど失敗するんですけども、失敗した時はその時で何があるかっていうとですね、まあ刑罰によって、まあ借金をこさえるとかですね、人の信用を失うっていう形で救われるって言うんですね。キルケゴールからすれば刑罰によって私を救ってくれると、失敗すれば刑罰によって救われると。しかし冒険を試みなかったとしたら一体誰が私を救ってくれるのかっていうんですね。でキルケゴールにとっては最高の意味での冒険を避けて通った卑怯さの中で生きること、まあ言いたいことも言わず、不満があっても腹に溜めてですね、口に出さないと。でこういうことで地上的な利益ですね、まあ獲得することができるけれども、結局自分自身を失ってしまうということを言うんですね。で冒険をして失敗すれば信頼を失うとか、友達を失うとか、家族を失うとか、借金するとか、まあそういう形で救われる、そういう形に合うことしかないけれども、逆にそれによって自分自身になれると、負の側面を引き受けることで自分自身になれると、それはあの自分が救われることなんだっていうことを言うんですね。何言ってんだこいつはって話ですけども、そういう側面もあるって話をしてですね。でちょっとここでまた余談入るんですけど、実はあのよく言われる言葉にエジソンの言葉ありますね。エジソンがその電球を作るとき、その電球のフィラメントっていうんですかね、あの光る芯の部分ですね、1000回も失敗してですね、その材料になるものを探したと。で何回も失敗して、失敗のことどうと思ってんですかって言ったら、いやこれは失敗じゃないと、あのなんていうか、うまくいかない方法を発見しただけだって言ったっていう話があって、よくこれ言われるんですね。だから失敗を重ねろってよく言うんですよ。だからたくさん失敗しないことには成功しないって、これ一般的に言われて、なんかよく失敗してもリスクを取って頑張ってけっていう、よくその何ですか、自己啓発本に書いたんですけども、実際にエジソンがどういう人だったかっていう話をあまりにも人は知らないですね。で僕も知らなかったんですけども、で僕最近読んだ本に、そのまあ東大の教授が、名誉教授西村はじめさんという人が書いた本ですね、この人の米国ユダヤ人キリスト教の真実っていう本を買ったんですね。でエジソンの話が書いてあって、すごい面白かったんで、まあ、紹介したいんですね。でエジソンっていうのはですね、ライバルがいたんですね。でこれニコラ・テスラっていう人がいまして、これ本当の発明家ですごい人らしいんですけどね、エジソン神話の中で無視されてしまった人だと。でエジソンの会社の従業員だったんですけども、最初に2人があったのは1884年に、テスラが、ニコラ・テスラが28歳、エジソンが37歳の時だったと。でテスラって人はオーストラリア領だった、南オーストラリアで、オーストリアで生まれたんですね。ヨーロッパで生まれたんですね。でその現地のエジソン電灯会社にのヨーロッパ支店で2年働いて、エジソンの、アメリカに渡ったんですね。でこの人は本当にすごい発明家で、いろいろな発明してるんですけど、物理学ができたらしいんですね。数学もすごいできたと。それでその交流、エジソンというのは直流電気しか認めなかったんですね。でテスラは交流の方がいいって言ってですね、それを作らせてくれって言ったんですけども、結局エジソンと仲違いして、辞めちゃうんですね、エジソンの会社を、テスラは。でさまざまな特許を取っていくんですよ。でこの人は1000の失敗をしたくない人なんですね。でエジソンがやったような失敗は、数学ができれば
やる必要ないものだって言ってですね、だいぶエジソンのことを嫌ってたらしいんですけども、まあエジソン以上の天才だったということなんですね。ただエジソン神話の中でこのテスラっていう天才テスラっていう人は葬り去られまして、今はあまり名前が残ってないらしいんですけども、この人の発明は未だにですね、たくさん使われてると。それがそのことが書いてあったんですね。でまあウィキペディアで見てテスラって調べてみるとテスラのこといっぱい出てくるんで、まあそっちでも読んでもらえればいいと思うんですけども、まあそのテスラの発明を妨害するためにですね、エジソンはそのあらゆることをやるわけですね。本当になんていうんですかね、その交流電気が悪いってことを証明するために交流電気で死刑を執行するっていう法律を作るんですね、エジソンが。で交流電気っていうのはですね、すごい残酷なものだっていうことをですね知らしめるために1890年に交流電気死刑を法制化するっていうわけのわかんないことをやってまして、このテスラの交流電気のを使った方が法律的だっていうのをですね、叩き潰そうとして、で結局エジソンは死の直前ですね、自分の最大生涯最大の間違いはテスラに負けたくなくてダメと見えた直流にかけたことだと、自分が直流電気にこだわったことによって、すごい損をしたと、破産寸前まで言ってたんですね、エジソン電灯会社で。そういうことがあったってことをですね言ってるそうなんですね。だからまあエジソンの何回も失敗したのはすごいってよく言われるんですけども、それにその神話に対して真っ向から否定するようなことをテスラって人は言ってたんですね。でこの人は立て続けに今でも使われてるたくさんの発明をしてるんですけれども、結局なぜかアメリカでは人気がないっていうか、オカルトの人みたいに思われてるらしいんですけどね、ということなんですね。でアメリカ人は天才が嫌いだって、なぜ嫌いなのかって話もその本に書いてありました。まあ何ですかね、ちょっと今その本パラパラ見ながらまとまりもないまま喋ってるんで、一番はアメリカ人物理学がすごい下手、苦手だっていうことなんですね。エジソンが特に苦手だったと。でエジソンは本からの知識とか数学を徹底的に軽蔑してるだと。だけどテスラって人は数学がすごいことが分かってたんで、物理学とか、だからもうそのなんかその数打ち当たるみたいな考え方しなかったってですね。でそっちの方が合理的でいいはずなのに、なぜかその1000回も2000回も実験してですねやるのがいいみたいな風潮は、これは数学とか物理を本質的に天才的なその考え方を嫌うアメリカ人の傾向なんだって言って、この東大の先生が言っておっしゃってるんですけど、まあ読んでみるとそうなんかなって思いましたけどね。まあ面白かったです。またちょっとしっかり読んでまとめたら話したいですけどね。なんか今本パラパラ巡りながら適当に喋っちゃいましたけど、まあテスラって人また重要な人らしいんで調べてみてください。続きですね、55ページ。有限性の絶望というのはまさにこういうものである。こういうふうに絶望している人間は、そのためかえって具合よく、過去本来絶望しておればおるほど、いよいよ具合が良いのである、過去年。世間の中で日を送り、
人々から称賛され、彼らの間に重きをなし、名誉ある地位置につき、そしてこの世のあらゆる仕事に携わることができるのである。世間と呼ばれているものは、もしこう言っておければ、いわば世間に身売りしているような人々からだけ出来上がっているのである。彼らは自分の才能を利用し、富を蓄積し、世間的な仕事を営み、懸命に打算し、その他いろいろなことを成し遂げて、おそらくは歴史に名が残りさえもする。しかし彼らは彼ら自身ではない。彼らがその他の点でいかに利己的であろうとも、精神的な意味では彼ら何らの自己。そのためには彼らの一切とし得るような自己、神の前における自己をも彼らは所有していないと。ここで最後、有限性の絶望ってものをまとめますね。有限性の絶望っていうのは、最初は絶望せる孤老性偏狂性だと、言いました。まあどうでもいいことにこだわるってことで話しましたね。書類整理とかが好きだとか、整理整頓だけ命がけだと、こういう人のことを最初に僕はボロクソに言ったんですけど、有限性の絶望っていうのはですね、まあ自己自身が喪失されて何のリスクも負わない人の人生ですね。まあ、どうでもいい、リスクのかかんない書類整理とか一生懸命やるんですよ。だけど、その、何ですかね。重大な意思決定っていうのは全くやんない人。責任取りたくないからですね。そういうのに関わらないで逃げ回ってて、まあ、何ですかね。どうでもいい仕事は一生懸命やると。一生懸命やってるふりだけして、世間的な受けだけいい人ですね。こういう人は有限性の絶望だっていうんですね。で、こういう人は世間の中で称賛されて、尊重されて、名誉のある職につき、世の中のあらゆる仕事に携わることができると。まあでも世のサラリーマンってほとんどそうだと思いますけどね。重大な決定権なんて経営者しか握ってないですからね。まあ、あと役員ぐらい。まあこれも、本当は3人ぐらいなんですよ、決定できるのは。どんなでかい会社でも重要なほど決定に関わってるのは。あとはもう、まあ、スタッフとラインって言葉があるそうなんですけど、これも副島先生が言ってましたけどね、スタッフっていうのは、まあ、3人ぐらいの役員で物事決めると、あとはラインの人にその仕事を振ってですね、実現していくと。で、そのアメリカの政策決定とかもそうなんですね。本当はもう3人ぐらい、多くて5人みたいな、この人たちで方針を決めると。アメリカの政治もそうらしいんですよ。じゃあそれがスタッフですね。で、あとはラインの人がそれを実行に移していくと。で、LINE の人には決定権ないわけですね。上からの決定を下で実現していくだけの話なんで。まあ、スタッフの人は全体性を作って、LINE の人がそれを実験に移していくという感じですね。で、多くの人は LINE にしか入れないわけですよ。で、LINE の中で効率的に物事を進める分業を担当するぐらいなんですね。で、その人たちは事故がなくてもいいわけですよ。自己主張しなくていいんですから。上の決定通りに仕事を進めるっていう事務能力だけ問われるだけなんで。で、世間って呼ばれるものは、その LINE の人の方を尊重していると。で、そのスタッフの人たちは、この人たちはでもリスクを負ってるわけですね。それで失敗すれば首も切られるし、会社が、まあ、うまくいかなくなれば責任取らされるわけですから。で、LINE の人では責任なんか取らないですよ。だって決定権もないですからね。ほとんどの人は決定権もないし、代わりに責任もないところで、生きてると。だから世間と呼ばれてるものはこの LINE みたいなもんだと。世間に身売りしてるような人たちだと。で、その中で才能を使って富を蓄積して打算していろんなことを成し遂げるけども、彼らは一度だって責任も決定権もないから、自分自身になることはないと。精神的な意味で人生全てをかけたり、神の前における事故であるってことに気づいたりすることはまあないと。それが有限性の絶望だと。自分の役割がもう決まってると。それは工場のラインに入ってることと変わんないですよ。ラインであることにおいては。で、スタッフって人たちは、お人たちは成功報酬はもらうけれども、
失敗すれば首も切られるということですね、本来から言えば。そこは見ていかなきゃいけない、そこは見ていかなきゃいけないというか、だから日本の企業でも、まあ創業者の経営者っていうのはもうリスク取りまくってますけど、まああとはそれで役員ぐらいですね、もう執行役員ぐらいになるともう責任投げ取らされる、成功しても報酬なしみたいな微妙な立場だと思いますけど、ということですね。今役員って言ってもレベルがありますけどね、その常務専務とか、まあ大体経営社長常務専務ぐらいですね、その3人で物事決めて、あとは普通の LINE だから責任もなければ報酬もないって感じになりますけどね。まあそういうもんだと思いますけどね、どうも。まあただその民間企業ではそうですけど、官僚とか違いますからね、それはあんま年功序列で何の責任も取らない、それが官僚制度の恐ろしいところなんですけどね、責任は誰も取らないっていう仕組みになっちゃってますけど、まあその話はまあ置いといて、政治家っていうのも責任取らされますからね、選挙で落ちれば終わりですから、大変ですね。でそういうリスクを取ってる人ってのは自分自身だと。だから本当は世の中の政治家とか経営者の人はリスク取ってんだから尊敬しなきゃいけないんですけどね、なんかでも日本では薄汚く見えるから、泥臭く見える人あんまりありがたがりはしないですけどね、悪いこともしてるからあんまりイメージが良くないって感じになりますけど、リスクを取ってる人たちは自分自身ですからね、この人はじゃあ何らか人間的に価値があるんじゃないかって見てあげた方がいいと思うんですけどね、と思います。どんな人でも、特に政治家の人、おかしな人はいっぱいいますけどね、いろいろな政治家って不思議ですけどいろいろいますからね、ピンからキリまでいますけどね、まあそれぞれにそれぞれ抱えてるものがありますからね、考えさせられますけどね、と思いました。一応今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。